はい、では、次の章に入っていきたいと思います。で、浸透の発生原理についてです。まずですね、生物時計のシステムというのをどういうふうに考えたらいいのかということを、1960年代にいろんな人が考えていてですね、アーノルド・エスキンという人が、図式化をした有名な、エスキノグラムっていうのがあるので、ちょっとそれを紹介したいと思います。それはまず体内時計というからには、時計本体というのがあるはずで、それが振動を発生するというふうに考えるわけですね。だからオシレーターです。で、これがまずありますよねと。で、こいつは温度保証性とか自由継続性を持っているわけなんですけども、時刻合わせをするために、外環境の情報を受けて、時刻が変えられるわけですね。時計合わせができる、時刻合わせができる。で、それは光とか、それから温度の影響を受けるので、その情報を時計に伝える入力系というのが必ずあるはずであるというふうに考えるわけですね。で、岡野先生なんかはこの、時計の入力系に関して、非常に重要な発見をされて、いる先生なんですけども、そういう、入力系というのが一つ重要だということがあります。それから時計だけではぐるぐる回ったとしても、ちゃんとそれが生理現象にアウトプットされなければいけないので、その様々な生理現象、いろんな生物のですね、植物、動物を問わずですね、いろんな生物で、しかもいろんな行動、活動リズムなのか、花が咲くタイミングとか、いろんなことに、一日周期の周期性が僕らが見られ、見れ、が、把握できる生物リズムとして現れるわけですけど、それはここの生理現象に対して時計から、なんか出力される、時刻情報がメディエートされるからですよね。で、それを出力系アウトプットというふうに呼んでいます。なので、基本的にはこの入力系とオシレーターと出力系を読み解けば、生物の外実システムはとりあえず読み取れるはずだというふうになるわけですね。で、今ここで一方通行でこうやって矢印で書いてありますけど、実際にはこれはフィードバックがあります。例えば人の、時計をコントロールするのは目から投射されるわけですけど、目っていうのは当然ながら寝てる間まぶたを閉じてると、何て言うかな、入力としては弱くなるわけですよね。で、しかもそのまぶたが閉じるっていうのは眼軸時計によって、睡眠覚醒という形でコントロールされているので、実際には外実時計から入力系に対するフィードバックというのがあるわけですね。で、あるいは、特に動物の活動みたいに動き回るとか運動するみたいな、アウトプットから今度は、外実時計本体、あるいはその入力系に対してるフィードバックとかもあるので、実際にはこの、一方向だとですね、リニアに話が進むんで楽なんですけど、フィードバックが入ってくるので、そんなに簡単には読み解けないよとか、原因と結果が入れ替わっちゃうっていうのがフィードバックなので、そこを考慮しないといけないということで、かなり話は一気に複雑化するんで、解析も難しくなるんですけども、それをどういうふうに読み解いていくのかっていうのも時間生物学者の、腕の見せ所ということになるというわけですね。で、そうですね、この外実特性というのを持っていて、この外実とシステムをどういうふうに読み解いていくのかっていうのが、時間生物学の、ベーシックな原理の探究ということになると、というわけです。で、その原理の探究に関して、非常にエポックメイキングだったのが、そのどうやって振動を、体内時計を生み出しているのかっていうことですね。で、これはすでにお二方の先生から紹介があったように、ネガティブフィードバックを介して、振動が発生するというふうに、いうわけです。もうすでに繰り返し紹介されているので、あんまり詳しくやってもしょうがないんですけども、直感的によく説明するのは、生態学的なモデルっていうのがあります。ウサギさんと、狼がいるとしますと。で、こいつらがですね、それぞれ
まあ捕食関係にあるわけですよね。よね。でウサギが狼に食われますと。で食うということなので狼があのなんていうかな、ウサギが増えれば狼は増えるわけですけども、狼が増えるとウサギは食われて減っていくみたいな、そういうこれネガティブフィードバックの関係になる。でそれぞれはあの繁殖できるという感じになっているわけですね。で、でこの図式があのうまく、いくとですね、まあ、理論的にはこういうことがあり得るというわけです。横軸に時間をとって縦軸に個体数をとるとですね、まあ、ウサギさんがわーっと増えると。でそうすると、餌がわーっと増えることになるんで、オオカミがわーっ と、それを食って増えていくと。で食ガシガシ食ってしまうので、ウサギさんは、残念ながら減っていってしまうと。で減っていってしまうと今度は餌がなくなるので、オオカミも、やがて減っていってしまうと。でそうすると天敵がなくなったのでウサギがわーっと増えるとっていうことで、時間遅れを持ってこうやって振動すると。で実際にはこんなにうまく生態学的に振動が出るっていうのはむしろ稀だと言われていてですね、まあ新天地を求めてどっか逃げちゃったりとかですね、いろんなことが起こるので、こんなにうまく振動できるっていうのは逆に言うとかなり限られた条件だということが分かって、います。なのでネガティブフィードバックがあるから振動が出るというわけではない、というかネガティブ振動コースのネガティブフィードバックが非常に重要ですけれども、ネガティブフィードバックがありさえすれば振動が出るっていうのは全然違うと、ということですよね。で、これをこういった個体数における個体群の振動をモデル化したのは非常に有名な1900年代の最初の、ロトカとボルテラという人によって作られたロトカボルテラモデルっていうのが知られていますね。でコンピューターシミュレーションなんかで、もう、割と簡単に再現できて、パラメータちょっと変えると、まあ、周期が変わりますとか、まあ、ということで、まあ、生物に見られるその振動を考える、まあ、古典的な、考え方になっています。でこのウサギとオオカミの捕食関係みたいなものが実は体内時計も突き動かしているんだっていうのが、アイデアですね。でそのウサギに相当するのは時計遺伝子、核酸ですね、まあ、DNA があって、オオカミに相当するのは何かというと、時計タンパク質、つまりこの DNA がコードしている、タンパク質です。でこの2つの、綱引きを考えるわけですね。で遺伝子は転写されます。そうするとメッセンジャー RNA が出てきますね。で メッセンジャー RNA はウサギと考えた方がいいのかな。でそうすると、まあ、どん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 これが転写されるとメッセンジャー RNA がどんどん出てくるわけです。でそれが翻訳される と、こういうやつが出てきて、でこれが、まあ、いろんなタンパク質と複合体を形成したり二様体を作ったりとかしてマチュアに成熟します。でそれをすると成熟した時計タンパク質は何をするかというと、この転写 DNA からメッセンジャー RNA ができるプロセスを、抑制するというファクターとして働くと、というケースを考えるわけです。そうするとこれまた都合の良い、パラメータを取っている場合にはですね、横軸時間で細胞内 の量濃度を縦軸に取るとですね、メッセンジャー RNA が増える、タンパク質がそれに伴って増える。そうすると転写が抑制されるのされる。でタンパク、半減期が十分短ければメッセンジャーは次第に減っていく。次第に減っていくと今度はタンパク質も供給源が断たれるので、減っていく。で、まあ、減っていくためには実はタンパク質もメッセンジャー RNA も、特定の時定数で崩壊していくというのがないと実は振動出ないんですけども、あるパラメータ範囲内でその辺のことがうまくできている場合にはこうやって振動するだろうということになるわけです。で実際にこれが、まあ、転写翻訳フィードバックループモデルと言われている、ものですね。でこれはですね、少し理論的にというか実験生物学的に考えていくと、このモデルから予想されるいくつかの、帰結があります。で6個ぐらいあるんです。でちょっと紹介していきますが、詳しく言っていきますと、
これの次定数となる、状態変数というか、その振動の周期の、性質を決めるパラメータですね、としての、時計遺伝子のメッセンジャー RNA とタンパク質というのは、まあ、時間差を伴って振動するだろうということが、まあ、予測されます。で、次、時計遺伝子を破壊した系統では、振動が発生できなくなるので、リズムは完全に停止することが予想されます。それから転写と翻訳を停止させてもリズムは完全に停止するということが予測できますね。4番目。ちょっと言ったんですけども、その時計遺伝子の転写がどのくらいのスピードで、じゃあメッセンジャー RNA できるのか、どのくらいのスピードでタンパク質できるのか、どのくらいのスピードでメッセンジャー RNA もしくはタンパク質が分解されていくのかということによって、このリズムの波形変わりますよね。スピードも変わります。なので、この時計遺伝子の転写翻訳安定性に関わるような変異があれば、周期長は変化するということが予想されるということです。で、5番目。じゃあ今度は時計遺伝子がなくなるんじゃなくて過剰になったらどうなるでしょうか。これはちょっと考えてみていただけると、ある時点で狼をドワーッと入れるとしますね。狼の個体群ドーッと増やすとどうなるでしょうか。ウサギがいなくなっちゃうわけです。全部食われちゃう。で、全部食われると、まあ、もし本当に餌が他になければですね、いずれは狼も廃れちゃうわけです。まあ、実際の個体群ではそんなことはないので、代替の餌があるからそんなことはありませんけども、まあこういう予想されるのは、時計遺伝子を過剰発現するとリズムは減衰もしくは停止するだろうということが、予想されるわけですね。じゃあ今度は時計遺伝子を一過的に過剰発現させるとどうなるでしょうか。これは一過的にちょっとある特定の期間だけウサギもしくは狼をその系で個体群でドーッと上げて、まあ、ある一定の、時間が過ぎたらそれをまあ取り除いてやるということをやるとどうなるでしょうか。そうすると実は、リズムの位相が変わります。例えば狼が異様に多かった時期にはウサギは少なくなるわけですけど、また除いたらまた復活していきますよね。で、復活するまでの誤差というのが時計の時間のずれに現れてくるということになるわけです。ということで、実は実際に時計が時刻合わせをするときにはこういったシステムを使ってるんじゃないかということが、まあ言われているわけです。で、これを、分生物学的に実際に実験をしてみることによって、この転写翻訳フィードバックループモデルというのは検証されたということになります。で、一番最初に1990年に、これが出た時にはこのうちのいくつかが、まあ、やられて、完全なセットになっていくのはもう少し後になるんですけども、どういう歴史をたどったかというとですね、実はこれはそうですね、1990年に小錠梅で最初に実験的に検証されます。ロスバスとハーホールという、共同研究の中でハーディンという人が、筆頭著者になってネイチャーに出した非常に有名な、論文があるんですけども、そこで最初に、実験的に検証されます。しかし理論的にはですね、後から振り返ってみると数学者のグッドウィンという人がですね、1965年に提案しています。で、1965年に予想されているっていうのはかなりすごいことだと思っていてですね、例えば遺伝暗号というのが読み解かれていったのというのが1961年以降なんですよね。で、つまり1965年というのは、10年前ぐらいの、DNA の二重らせん構造の後、爆発的に、展開した分生物学のいわゆるセントラルドグマが定式化してまだ数年以内という段階です。で、その時点で、この遺伝子の発現のメカニズムを使うと、遺伝子発現を利用して、発現振動ができるんだという提案をしている、ものすごい先見の明があったと思いますね。で、それが、実際に実験的に、証明されるというか検証されたのは
四半世紀経った後なんですね。ちょうど25年後です。なので、理論家っていうのはですね、この四半世紀実験を先駆けた予言をするっていうことができる人たちなんだなということですよね。なので、もし時間数理とかですね、理論やってる方でですね、25年ぐらい理解されなくてもいいんじゃないですか。すごい先駆けた素晴らしい、提案というものをぜひ、していただきたいと、思ったりもするわけなんですけども、とにかくこういうことがあります。で、ショウジョウバエの、ピリオドという遺伝子をめぐってこれが行われた後で、数年後にはですね、カビの赤斑カビでですね、リーケン水という特異遺伝子があって、それが適用されます。で、こっちの方が実はより詳細に先ほどの6個の、条件を綿密に検討しているんですけども、そういった結果がありました。で、さらに1997年になると、ショウジョウバエの、特異遺伝子と相同な、特異遺伝子が発見されます。で、それによって、岡野先生のところでも言ってましたけども、爆発的に研究人口が増えて、多くの人が生物学研究に参入してきたという、劇的な、転換を遂げるんですけども、そこでも基本的には同じストーリーが成り立つということですね。で、翌1998年には、これ実際には1995年ぐらいに材料揃ってたんですけども、シアノバクテリアで、僕が所属していたグループですね、石浦先生、近藤先生たちのグループが、これがシアノバクテリアでも成り立ちますよっていう発表をします。で、そして2000年では植物でも同じように、できますよと、ということで、これはある意味で生物体内時計のセントラルドグマとして、種を超えたリズム形成の原理として、受容されていくということになりました。この1990年代の10年間というのが、この体内時計のセントラルドグマを作った時代というふうに言っても過言ではないと思います。で、その成果によって、2017年のノーベル生理学・医学賞というのは、この1990年のショウジョウバエの、研究の、を、打ち立てたグループ、2つのグループですけども、そこに、あ、2つ、3つかの、3人の、先駆者が、受賞したと、ということになります。これは非常に面白いことはですね、ショウジョウバエと哺乳類は特異遺伝子は同じですけれども、カビと植物とシアノバクテリアはそれぞれまた別の、遺伝子で相互性がないんですよね。で、相互性がないということはどういうことでしょうか。進化的に共通の、祖先を持っていないシステムなのにもかかわらず同じゲームをやっているってことですよね。ということになるわけです。で、これが非常に面白いユニークな点ですね。あ、そうだ。で、これはそのショウジョウバエの研究に関してはですね、どういういろんな裏話も含めていろんなことがあるんですけど、それを日本語で非常に分かりやすくまとめていただいたのが、松本明さん、今順天堂大にいる、ショウジョウバエの、時計遺伝子の研究の、日本の第一人者ですけども、彼が裏話を含めてまとめた非常にエキサイティングな本が岩波科学ライブラリーから出ておりますので、短い本ですけども非常に面白いので、ぜひお読みいただければと思います。で、この研究はですね、生物学系の研究としてもちろん非常に大事なんですが、もう少し広く生物学全体として学術的な意義があったというふうに、私は認識しています。どういう意味、いくつかあるんですけども、まず一つは行動遺伝学、行動に関する分子遺伝学ですね。認知行動とかも含めてですけども、人間あるいは動物の行動という、それまでは動物行動学、エソロジーと言われているような、学問がと分子生物学、分子遺伝学がドッキングした初めての成功例なんですよね。なので、行動に関して遺伝子レベルで切り込んだという非常に先駆的な意味があります。それから2番目、転写翻訳フィードバックループモデルが提唱されることでですね、
もともと物理学あるいは工学、まあ、特に制御工学ですね、対象だった振動の発生といったものが生物学あるいはの表舞台で議論されるようになったっていうのは、学問の学際性を考える上で非常に重要な意味があると思います。生物学の研究をやっていると、したがって割とその制御工学とかその数理、生物学的なものと近いところにあるっていう実感があるわけなんですけども、そうするとそれまで生物学とはちょっと違った独自の展開を遂げてきたロボティックスなんかも含む工学とか、あるいは理論的な物理学的に自然現象を見るような人々との、コラボレーションとかも生まれてくるようになるわけですね。で、それはとても分野、学問分野の、豊かさをカルティベートしたと思います。で、3番目、システム生物学の重要な成功例となった。で、システム生物学というのは、何をもってシステム生物学というのかっていうのはいろんな意見があるんですけれども、僕が思うシステム生物学の重要なところというのは、個々の遺伝子の物性とか個別の遺伝子というよりも関係性の方に力点があるという見方だと思うんですね。で、つまり生物のシステムがいろんなさまざまな生物因子の複合現象なわけですけども、その一個一個見ててもわからないことが組み合わさると全然新しい機能が生まれるとかっていう話ですよね。で、それを読み解くのがシステム生物学なわけですけども、このテンションフィードバックモデルでさっきほど言ったようにですね、重要なのはこの構造なんですよね。で、症状灰ではピリオドで、カビではフリークエンシー、シアノバクテリアだと下位、それから、植物だとトック1とか、いろいろあるんですけども、そういった因子が系統的に似てない遺伝子が、全然別個のタンパク質なのに、共通配列のないタンパク質なのに、全体として振る舞いとしてはこの同じゲームをやってるってことです。だから個別の因子よりもこの関係性として知られるものの方が日本質があるっていうことですよね。つまり物よりもこの関係性の方が大事だっていう、ある意味では見方だと思うんですけども、その非常に重要な成功例となったということです。なのでシステム生物学の教科書の中でも生物時計っていうのは必ず引用されていますし、重要だったと思います。さらにシステム生物学とも関連しますが、2000年代からは合成生物学という、木賀先生がご専門の分野というのが台頭してくるわけなんですけども、その中でもですね、テンション翻訳フィードバックループモデル的なものを大腸菌で新たに作り出してみるみたいな試みというのが2000年に出て、それは合成生物学の非常にエポックメイキングな2つの歴史的な論文のうちの1つとされています。なので生物組織の理解にこのテンション翻訳フィードバックループモデルは確かに役に立ったというか、生物組織研の分生物時計遺伝子の研究っていうのは役に立ったんだけども、そこにとどまらない生物学全般の、意味があったと、ということはやはり非常に大事なことだろうというふうに思って、います。これはその先ほど言ったその2000年に出たエラビッツとライブラレが出した合成生物学の記念碑的論文ってやつですね。これは実は3すくみのネガティブフィードバックを使って、3つの転写抑制、因子を人工的にデザインして大腸菌に導入して、で実際に、振動を解析できたよっていう論文ですね。で、合成生物らしくですね、最初にシミュレーションを出していて、で、あるパラメータ範囲内であればですね、振動が出るよみたいなことを計算しておいて、でそれに基づいてメッセンジャー RNA とかタンパク質をデザインして、
で半減期とかが、濃度とかが重要だから、その範囲内に収まるように、なんかいろいろと調節をするしたものを大腸菌の中に入れてあげると、ここにあるんですけども、傾向で見るとですね、GFP の発現リズムが観察できたっていう論文なんですよね。で、これは僕、遺伝学とかでもよく紹介するんですけども、これは、そうですね、ちなみに当時、この3すくみって、これ実はジャンケンポンと同じなんですね。グーチョキパーがお互いに勝った負けたをするっていうのが3すくみになってるんですけども、この3すくみのやつが時間遅れを伴うと振動しますっていう話なんですよね。で、これは当時はですね、先ほどの症状バーの時計遺伝子のモデルよりも1つ役者が多くて、しかも3すくみなんで、こういったものは自然界に知られていないから、あえてそれを作ってみたっていうふうにここには書いてあるんですけど、実はその後で我々哺乳類の時計遺伝子の関係のシステム生物学的な研究からはですね、この、まさにここで提案されているのは3すくみの、なんていうのかな、構造というのが、含まれているというのが明らかになって、まあ自然は大体人間が思いつくようなことは、大体先にやってますねみたいなことが分かったみたいなことがあるんですけど、そういうことです。で、これは合成生物学の話なんで、ここであんまり語らなくてもいいんですけれども、この研究がやっぱりすごいなと思ったところは、実は予想通りにリズムが出ましたということではないと僕は思っていてですね、これだとシミュレーションした、実際に実験してみた、出ました、すごいねって感じなんですけども、この論文の僕にとってのとても印象的だったところはですね、これ1細胞レベルで見てると、この矢印で書いてある細胞のところは確かに、暗い明るい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 が繰り返されてるんですが、別の細胞に目を転じると全然このリズムが同調していないということが分かるわけですね。で、例えばこの赤い細胞というのはずっときれいに振動してるんですけども、赤い細胞がここで細胞分裂しました。で、その兄弟の細胞、姉妹細胞はどうなったかというと、ここですでにリズムが遅れて、その後ダンプしちゃってますよね。で、さらに次にここで行った時に、ピークの時に分裂したやつもここでなんか遅れて、またのそーっとリズムが出てるんだけど、今度はもう完全に逆位相になってますよね。で、周期が違うやつとかも出てきたりとか、もうとにかくバラバラなんですよ。で、これは生物時計とは随分違いますよね。ガイジスリズムとは随分違う。やっぱりガイジスリズムっていうのは24時間周期でバチッと出るので、逆に言うと、この単純なシステムだけだと、生物時計の非常に顕著な24時間周期に、ガシッと決まっているものは逆に達成できないっていうことが分かってくるわけですね。で、このことは実はその細胞ごとに個性があるっていうことを意味しています。大腸菌ですから基本的にはクローンですよね。大腸菌の細胞一個一個って、ほとんど同じだと思うかもしれないけど、実は同じ分裂した姉妹細胞であっても振る舞いはバラバラになりうるんだってことです。これは、実はだから合成生物学的にシミュレーション通りの結果を出したという意味での記念碑的な論文であるとともに、ある意味ではバクテリアレベルの細胞の個性、個体の個性というものを発見したような論文でもあるという、この二重性がこの論文を非常に味わい深いものにしていて、深いものだという意味で、僕はこれは本当に素晴らしい、論文だというふうに、思っています。なんか読み返すのにいつも感動する論文ですね。
で、質向けで生物学的な研究では他の先生の他も紹介がありましたけれども、東大の上田さんなんかを中心にして、概述リズムの転写ネットワークというのが読み解かれて、います。ので、まあ、その中に実はその先ほど言った3仕組みの構造もありますよみたいなのが分かってきたりとかしています。まあ、非常に複雑ですね。だから単純な、なんていうんですかね、ここで示したような、まあ、単純なものではなくてもっと複雑なループなんですけども、になっているということが分かりつつあります。ですが、このモデルって本当に正しいんだろうかということを、僕は20年前に大学院生だった頃、まあ、ちょうど皆さんぐらいのだと思うんですけど、の頃から、まあ、ちょっと疑問に思うところもありました。なんで転写翻訳フィードバックでなければいけないのか。それから振動が出るのが分かったけど、24時間周期になるっていうことは必ずしもそのこのモデルの中に入ってないわけですね。で、実際にそのこれを真似た、ラブラーたちのやつだと、そんな24時間周期にバチッと決まらないわけですよね。で、それから栄養保証性とか温度保証性に関してはどうでしょう。これよく見るとですね、転写翻訳全部、酵素反応ですね。なので、当然これらは全部温度の影響を受けるはずです。それから特に翻訳なんかは細胞の中の、エネルギーのトータルの量の50%は翻訳装置であるリボソームの再生産に使われると言われてるぐらいで、翻訳とかこれ基本的にめちゃめちゃエネルギー食う、ものでできています。しかもこれ壊してまた再生産するっていうのを繰り返しているってわけだから、これは当然ながらめっちゃエネルギー使う、系ですよね。で、これが栄養保証されてるってどういうことだろうってことですよね。この辺全然、転写翻訳フィードバックループモデルは教えてくれないわけです。っていうことだから、他の可能性って本当ないんだろうかと思うわけですね。で、実はそれは、当然ながら1990年の転写翻訳フィードバックループモデルの提唱以前はですね、研究者は何もやってなかったかって、そんなことはなくて、転写翻訳フィードバックに依存しないさまざまな他の振動発生のメカニズムっていうのがいろいろ考えられていたわけですね、当然ながら。じゃあそれは全部なくなっちゃっていいのかっていうことですよね。で、もしかするとそれが他にもあり得る、他の可能性っていろいろそれまで言われてたことが全部、消えちゃっていいんだろうかっていうことですよね。消しちゃっていいんだろうか、その可能性を検討しなくていいのか。それから時計遺伝子大事だっていうのは、まあ、潰して時計が分かる、がなくなるっていうのは分かるんだけど、じゃあ十分条件ってどうなってるのかっていうのも、まあ、気になるわけですね。つまり時計のミニマムなセットっていうのはじゃあどうなんだってことを、考えた時にはまだ答えが出ない。つまり、ずっと宝探しが続いていく可能性があるわけですね。これを潰した時計が止まった、他にも潰した時計が止まった、あるいは時計の振動数変わる、ミュータントが取れた。じゃあ一体どこまでやったら時計の基本効果が見切れたって言えるのか。言えるためには実は十分条件がどこなんだ、つまりこのセットさえあればリズムが出るんだっていうことを示すようなタイプの実験っていうのが一方では必要なんだけども、それはなかなか出てこないということになっていたので。やっぱり転写翻訳フィードバックループモデルっていうのは非常に強力だったけども、それだけでは必ずしも分かった気にならないところも実はあるんじゃないかと、いうふうに、まあ、思っていたということです。